皆さんこんにちは、美肌研究家の佐々木ひとみです。今回は老けないための正しい日焼け止めの塗り方をご紹介したいと思います。肌老化の原因の8割は日光による光老化と言われています。この光老化を防ぐために一番重要なのは紫外線対策をしっかりするということです。ただその日焼け止めもきちんと塗れていないとせっかくの効果が半減してしまったり、あとうっかり焼けをしてしまったりします。なので今回はその老けない日焼け止めの塗り方として2つポイントを押さえていきます。まず1つ目が塗り漏れとか、あと塗りムラがないように塗るということ、そして2つ目ができるだけお肌をこすらないように塗るということです。光老化を防ぐために塗り漏れとか塗りムラがないように塗るというのはすごく大事なことですし、あとお肌に刺激を与えてしまうとそれが肌老化の原因になってしまうので、できるだけお肌に優しく日焼け止めを塗る、お肌をこすらずに日焼け止めを塗るというのもすごく大事なポイントになります。この2つのポイントを押さえながら老けないための正しい日焼け止めの塗り方をご紹介していきます。では早速始めていきます。まず日焼け止めの使用量についてですが、使用量の目安は商品の裏面であったり、あと商品のホームページに書かれていたりするので、そちらをチェックしてください。今回使っていく日焼け止め、このポーラホワイトショットスキンプロテクター DX は、ホームページに塗布量の目安が書いてあるんですが、顔全体、デコルテで、それぞれ大きめの真珠一粒くらいっていう風に書かれています。なので顔で大きめの真珠一粒、デコルテで大きめの真珠一粒使っていくような目安になります。手に取るときはこう手のひらに乗せてしまうと、その手のひらに付着する分が多くなってしまうので、出した量をそのままお顔につけられるように私は手の甲のここに真珠一粒大を乗せます。そしたら次は日焼け止めを薬指に取っていただいて点置きをしていきます。5点置きっていう方もいるんですが、私はこうやって細かく乗せていきます。でこの時にこう横にスライドをさせてしまうと塗りムラができてしまったりするので、ハンドプレスで優しくなじませていきます。この時ももう本当にスキンケアをする時のような感覚で優しく押さえてなじませていってください。ある程度馴染んだなと思ったら、今度は細かいパーツを丁寧に塗っていきます。例えばこの小鼻の脇であったりとか、あとこの口周り、この辺をこう薬指を使って丁寧に優しくなじませてください。特に焼きやすいのはこの頬骨の高いところになるので、ここは重ね塗りをしていきます。ここからつい忘れやすいパーツをご紹介したいんですが、まずこめかみです。ここは塗り忘れる方結構多いので、こめかみしっかり塗ってあげてください。あとまぶたの上も塗り忘れがないように薬指で優しく塗りましょう。スポンジで塗ってもいいですかっていうご質問を以前いただいたことがあるんですが、スポンジでつけてしまうとやっぱりどうしてもそのスポンジが吸収する分ができてしまうので、私は手で塗るのを推奨します。もう一つ忘れやすいパーツとして皆さんにお伝えしたいのが耳周りです。この耳の上からこの裏のところ、あと首の裏に向かってのこの耳周りというのは実はエイジングサインが結構出やすくて、かさついたりしやすい場所なので、耳のこの上の部分です、ここ、この耳の縁の上のところから、あとこの耳裏のうなじのところにかけてしっかりと塗ってください。これで顔の日焼け止めは完成です。簡単におさらいをすると、薬指で点置きをしていって優しくハンドプレス全体になじませてください。その後に薬指を使って小鼻の周りとか口の周り、あと目の際とかこの辺もしっかりなじませてください。で忘れやすいパーツとして意識して塗っていただきたいところが、こめかみとまぶたの上、あとこの耳の周りです。ここは私も普段すごく意識をして塗っているところなので、ぜひ忘れずにこの3パーツ塗っていただければと思います。顔への塗り方は今ご説明した通りなんですが、ボディに塗る時も一つ注意していただきたい点があります。それが日焼け止めを塗るタイミングです。
で、こういう風にお洋服を着てから首周りとかデコルテにこうやって塗ろうとすると、どうしても塗りムラとか塗り忘れが出てしまうので、こういったお洋服を着ている場合は、この下にキャミソールを私今着ていると思うんですが、キャミソールの状態できちっと塗ってください。で、その後にお洋服を着ていただくと、この首周りとかもしっかり塗れている状態なので、うっかり焼けなどが防げます。ただ日焼け止めを塗った後にお洋服を着ると、お洋服が汚れて嫌だっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方に関しては日焼け止めを塗った後にパウダーで抑えてあげてください。化粧品開発をされている三井大輔さんが、日焼け止めの後にそのお粉で抑えてあげると日焼け止めの持ちが良くなるというふうにツイートされてました。なので、そのベタつきとか、あと洋服への日焼け止め移りを防ぐという効果もありますし、日焼け止め自体の持ちを良くするという効果もあるので、日焼け止めを塗った後にパウダーで抑えるっていうのはすごくいろんな意味で効果的かなと思います。もしそのお洋服にパウダーとか日焼け止め自体がつくのが嫌だという方は、 UV ができるパーカーを着ていただいたりとか、あと日傘をさしていただいたりとか、日焼け対策グッズというところで紫外線対策をしっかりしていただければと思います。以上、老けないための正しい日焼け止めの塗り方でした。もう本当に毎日倒れそうなぐらい暑い日が続いていますし、それに伴ってやっぱ紫外線量も今すごく多くなっているので、毎日しっかり日焼け止めを塗って過ごしていただきたいと思うんですが、その日焼け止めを塗る時の参考にしていただけると嬉しいです。肌についてわからないこととか聞きたいこと、あと YouTube でこういう特集を組んでほしいなどあれば、ぜひコメントをしていただけると嬉しいです。では皆さん、熱中症などに気をつけてお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。